ラマトガンは、イスラエルのテルアビブ地区の都市であり、テルアビブ市の東に位置している。世界的に重要なダイヤモンド取引所の一つを抱え、数多くのハイテク産業が密集、イスラエルで最も高いビルであるモシェアビブタワーが、そびえ立っている。イスラエルサッカー協会の本部、サッカーイスラエル代表のホームスタジアムがある。ラマトガンは1921年、モシャバとして創設された。 イスラエル中央統計局によると2009年、現在で、市の人口は14万5000人である。現在の市長は、イスラエルジネガルである。モシェアビブタワーから望む、ラマトガンの街並みラマトガンは、テルアビブの衛星都市として1921年に、IR ギャニム教会によって設立された。様々な記録が残っており、およそ1914年から1918年の、 間に最初の土地が購入されたものと考えられている。当初、入植地は小麦、大麦、スイカを育てるシオニストの模写場であった。もともと入植地は IR ギャニムと呼ばれていたが、1923年、なお、ラマトガンに変更している。1926年、地方自治体の地位を得たが、1933年まで入植地は、 模シャバとしてあり続けていた。この時点で約450人の居住者がいた。1940年代には言語戦争の舞台となり、ラマトガンにあったイリッシュ語の印刷機は過激なヘブライ語派によって爆破されるという事件が発生した。ラマトガンの発展における原動力としては、1940年から1945年にかけてナチスや戦争を逃れて、 ヨーロッパからパレスチナに来たユダヤ人移民の流入は極めて重要である。ラマトガン経済は農業から徐々に商工業の重要な中心地へと発展していった。1946年人口は1万2000人まで増加。1950年にはラマトガンは主として認められている。1955年時点で5万5000人の人口があった。 最初の市長は43年間もの間政権に留まったアブラホムクリナツァイである。1961年、ラマトガン市の面積はテルハショメルトバルイラン大学芝居療センターを含む領域を囲むように東に拡大している。1968年には世界最大のダイヤモンド取引所がラマトガンに開かれた。市の名前であるラマトガンは 数多くの公園や庭園が横たわっていることにちなむものである。ラマトガン市はテルアビブ市のグッシュ団大都市圏の東側に位置している。北はヤルコン川、東はボネットブラックの境界を接している。ギバタイムは南西にある。地中海性気候であり、春は3月に始まり、5月の後半頃から夏が始まる。 夏の平均気温は摂氏26度であり、冬は摂氏12度である。雪が降ることは稀であるが、しばしば気温が摂氏6度まで下がることがある。ラマトガンの年間平均降雨量500ミリメートルであり、平均海抜80メートルに位置している。町は石灰岩の丘の上に建てられた。ラマトガンには数多くの公園や庭園がある。国立公園は 約1900、ドゥナムであり、イスラエルで2番目に大きい。ミロムナバ周辺には、デイビッドパークがある。ラマトガンの約25%が、公共の公園で覆われている。ラマトガン地域には、シティセンター、並びにダイヤモンド取引所地区などがある。市の年齢人口引用、イスラエル中央統計局。イスラエル中央統計局によると2009年、現在で市の人口は、 145,900人であった。2009年のデータによると、95.1%の住民はユダヤ人である。2006年現在、12,000、ドナムの面積に129,700人の居住者がいた。市の人口密度は、1平方キロメートルあたり9,822.6平方キロメートルであり、イスラエルで最も高い人口密度の一つである。 ラマトガンの住民の起源に関しては、ヨーロッパやアメリカから42,900人、アフリカから1万2 0 0人、アジアから29,200人、イスラエルでは4万6 0 0人である。ラマトガンの住民の86,200人はイスラエルで生まれた。一方で、36,600人は海外で生まれている。イスラエル中央統計局の調査によると、2001年、現在で、 ラマトガンの社会経済学的評価の順位は10点中8点であった。2000年、高校3年の70.9%は入学証明書を受け取った。その年、ラマトガンの平均賃金は6995、新シェッケルであった。2006年現在において、定年退職した23300世帯を含め、市内の32100世帯には、労働に従事してない人がいた。 そのうち1900世帯は失業者を抱えていた。ラマトガンの雇用における最大の業種は会計業務の18.1%であり、以下、教育15.1%、卸売、小売業、修理業14.2%、製造業10.8%、医療、福祉、社会福祉サービス10.0%である。ラマトガン高層ビル経済は、 町の北西にあるダイヤモンド取引所地区によって支配されている。超高層ビルが大規模に集中、イスラエルで最も高い240メートル以上のモシェ、アビブタワー、シェラトンシティタワー、アヤロンタワー、オパールタワー、サブヨンタワー、ダイヤモンド取引所、大きなシェラトンホテル、チェックポイントソフトウェアテクノロジーズやアーティコルスペースなど数多くのハイテク企業が隣立している。 2006年、賭博、売春の取締りをきっかけに、地域における、生活の質は改善された。インドステート銀行イスラエル本社、ミズラヒ銀行本社はダイヤモンド取引所地区に位置し、同様に、欧州連合代表部、ベルギー大使館、ノルウェー大使館、オランダ大使館、ヨルダン大使館、ガーナ大使館、ケニア大使館、コートジボワール大使館もそのエリアに位置している。 その他数多くの国の大使館もラマトガン市内に置かれている。イスラエルの労働組合の総連合であるヒスタドルートが市内に本部を置いている。ラマトガンの南に位置するヒリヤには中東最大のゴミ収集施設がある。さらに、ラマトガンは産業と製造業における重要な中心地でもあり、メジャーな果物や野菜の缶詰工場、繊維工場、金属製造プラント、 電気メーカー、家具メーカー、食料生産業などはここを根拠地としている。現在、モシェアビブターを超える高さであるエリートタワーの建設が進められている。タワーは値段として平均約100万ドルで豪華な住居を提供する計画である。2006年末、ラマトガンには3つのホテルにして合計400発出があった。ラマトガンには112のシナゴーム。 二つのユシーバーとカバラセンターがある。さらに、仏教寺院、サイエントロジーセンターがある。ラマトガン市長は、ツビバーである。市内の市議会は25奇跡で構成されている。ラマトガンには、2万4千人の学生を抱える、イスラエルで2番目に大きい大学である、バルイラン大学がある。また、シェンカルカレッジオブエンジニアリングデザイン、ラマトガンカレッジ、 ベートツビ演劇カレッジは同市に位置している。シバメディカルセンターラマトガン南東テルハショメルにあるシバメディカルセンターは1948年に設立されたイスラエル最大の病院である。それはサフラ小児科病院及びポダ老人医療リハビリテーションセンターを含んでいる。市には保健機関によって展開されている32の医療センターと 地方自治体が運営している銃の育児クリニックがある。ダイヤモンドシアターラマトガン博物館、ラマトガンにある文化施設としては、ラマトガンシアター、ダイヤモンドシアター、ラッセル文化センターがある。ベートツビ舞台芸術学校は、ラマトガンを根拠地としている。レブ、エルラムシネマとイエスプラネットの2つのシネマコンプレックスが運営されている。 ラッセル文化センターは、市の南部に位置しており、コンサート、公演、演劇などの多様な文化活動、ワークショップを行っている。最初の市長であるベート・アブラハム・クリニチーを記念する、歴史博物館はもともとベート・アブラハム・クリニチーの指定だったが後に、博物館に生まれ変わりマルチメディアを使用して、彼の伝記を紹介している。ハリオッペンハイマーダイヤモンド博物館は、 イスラエルのダイヤモンド業界にまつわる話を語っている。マンザ・リビングワールド博物館は自然史における様々な生活、自然を紹介しており、マルチメディア、さらに最新の技術を利用して教育活動の中心となっている。マッカビ博物館は1898年以降のユダヤ人のスポーツの文書と記念品を紹介するなど歴史に焦点を当てている。 ラマトガンサハリは250エーカーの広さの動物園であり、約1600匹の動物がいる中東で最大の動物コレクションである。市内の他の博物館としては、イスラエル美術館、彫刻ギャラリーと、陶芸スタジオがあるキルヤット・オマートナット、ロシア美術館、ユダヤ美術館、エヒエルナハリ極東美術館がある。町の北西には、初期青銅器時代に遡る。 考古学的な遺跡紀元前2000年から紀元前1500年頃までのヒクソスの要塞の町がデルゲルサ付近で確認されている。ラマトガンスタジアムイスラエルサッカー協会の本部はラマトガンにある。サッカーイスラエル代表のホームスタジアムであり、マカビア競技大会は4年に一度開催されている。ラマトガンスタジアムはイスラエルの国立サッカースタジアムであり、 4万1583人を収容するイスラエル国内で最大のスタジアムである。バスケットボールではアイロニ・ラマトガンバスケットボールチームがイスラエルバスケットボールスーパーリーグで活躍している。イラン・ラモーン・ラマトガンの姉妹都市は以下の通り、ありがとうございます。